こんにちは、ダイワアユフィールドテスターの瀬田新です。今回はですね、栃木県那珂川にやってきました。新作のですね、グランドスリーブ、ついにね、また新しく生まれ変わりました。今回はですね、スイッチシステムですね、穂先が5本ついてます。で、穂持ちが1本ついてます。で、10通りのね、パターンでこの1本のグラスリでですね、まあシーズン初期から、まあ終盤のね、大型、本当に尺近い合いまでね、こう1本で、やり取りできる組み替えで、まあスイッチシステムで使用できるロッドに仕上がりました。で、私もね、ずっとまあプロトの時から使用してですね、まあ数多くのトーナメントもこれで実際にプロトロッドで勝ち抜いていきます。で、この那珂川とかね、そういうある程度やっぱりフラットの川っていうのは、グランドスリムやっぱりこの竿にしかね、釣れない鮎っていうのが必ずいるはずなんですよね。そのまあ、独特のおとりの引き感であったりっていうのを今回実調しながら皆さんにご覧いただければと思います。めっちゃ久しぶりの那珂川ですね。よし、やっぱりグラスリはね、こう独特な引き調子っていうかね、すごい滑らかな小鳥の泳ぎするんで、まあ引き抜きの時にね、その分若干こう粘りがあるっていうか、そういう印象があると思うんですけど、イコールまあ小鳥の泳ぎがそれだけこう竿を曲げながら使ってもね、綺麗に小鳥が泳いでいく。大会でもこれずっと使用したんですけど、結構強引な私操作するんですけどね、それでもこう綺麗に本当に小鳥がついてきてくれるんで、だいぶ助けられましたね。今回のね、グラスリですけど、テクニカルの要素もね、今回しっかり入れてあるんで、まあシーズン初期の 小型からね、本当に終盤のでかいやつまで、まあそのスイッチシステムでね、まあパーツを変えながら、特にこのシーズン初期のね、小型の鮎とか、こういうフラットな流れのところは、そのテクニカルの要素でね、前作のグラスリよりもこうより小さいおとりでも取り扱いやすい、こう引きやすい竿に仕上がってるんで、より前作のグラスリよりも本当に幅広くね、対応しやすくなってると思います。どうしてもね、前回のグラスリはね、若干こうパワーがある、かけたらこうポンと抜けるっていうグラスリをちょっとイメージして作ったので、やっぱりね、こうもう少し、まあ、昔のグラスリみたいなこうねちっこい引き感っていう意見もね、やっぱりあったので、もうやっぱり今回はまあそのテクニカルな要素をね、しっかり盛り込んで、ただやっぱり肉厚でこう高弾性のね素材を使ってるので、かけたらしっかり抜ける。テクニカルの要素があるってことは、身切れも少ないんで、まあ初期の身が柔らかい鮎であったりね、そういう時っていうのは竿がうまくこう力を分散してね、かかり鮎に負担がかからないようにしてくるんで、身入れとか仕掛けの切れるトラブルっていうのは非常に減ってくると思う。ちょうどいいサイズですね。ちょうど本当おとりと同じぐらいのサイズですね。このグラスリはね、やっぱりこううまくね、おとりが安定しやすいところをね、こう探してくれるんで、竿先を結構曲げながら使っていっても、まあ、緩めることなくね、こう糸張った状態でこうおとりがこう安定した姿勢で通りやすいところをしっかり選んでくれるんで、まあ、ある意味オートマ的なこう要素もあるんでね、そういう釣りができるってことはこう根掛かりするリスクも非常に少ないので、常に強制的にね、おとり鮎にこう鞭を入れてる状態なんで、その状態でこういう背でもこうじわじわ引き上げれるんで、おとりを。よっしゃ、えい、よっしゃ、
やっと長渡し合いが来ましたね。切れない。だけどこう見せていってバーンってすぐ反応する感じじゃないですね、かかり方がね。まあまあ見せつけて見せつけて、こう 1.1 ミリのね細切れ、こう細切れを安定させて良さそうなところで待ってるとバーンっていう感じですね。これがもうシューッと見せてね、横の動きなんかで反応して切らすともうちょっと面白いんですけどね。まあだけど用意しますわ、天然の魚で。おう、まあまあこれぐらいのペースにかかればいいですね。さっきまではね、歩道橋の下ではこのカーボンチューブラですね、標準の 1.1 ミリこれを使用してたんですが、次のポイントですね、SMT のソリッド、これを使ってより繊細なねこう引きずりを展開してみたいと思います。まあこれ使うのはねシーズン初期とか、あと背張りですね。さっきのポイントなんかは重りを多用してたんですが、まあ、背張りなんかだとこうちょうどいい感じで若干おとりが頭を下げてね、それでもこう綺麗に、ついてくる穂先になってるんで、より繊細な操作が可能になってます。あとシーズン初期の小型ですね、まあ、抜いた時にカーボンチューブラだとどうしても衝撃がね大きくなるんで、それをうまくこう曲がることによって緩和してくれるんで、小型の、シーズン初期のね引き抜きなんかの対応にも非常に特化してるんで、これを使って実調してみたいと思います。これぐらいの流れならね、やっぱりこの SMT のソリッドがねうまくこうテンションかけてくれるんで、綺麗にシャーってこう結構速いスピードで引けるんですよね。おとりの姿勢が悪くなりにくいんで、こうかかる状態ですね、粘りながら綺麗についてきてくれるんで、まあちょうどいい感じでこういやいやせずにムチ入れることができますよね。常におとりにオッポを振る状態をこうキープさせながら、まあ、この SMT のねソリッドをうまく活かして結構ね竿先を曲げながらこう石と石の間をね通過させていくと、こうやっぱ穂先をうまくこう吸収してね、石の側面を小鳥が安定して通過しながらかかる姿勢でねこう引くことができるんで、こうやって通していくと結構数が伸びると思います。はい、次はですねこの栄翔橋下流にやってきました。グラスリのね一番パワーがある最強パターンですね、ホモ落ちも、30センチ短いパワータイプのホモ落ちで、穂先はですね、20センチ短い、SMT のチューブラですね、これを使って、全長がね8号になります。最強パターンはで、まあメガトルクのね旧世クラスに匹敵するパワーとねトルクが出ると思うんで、そのパターンでこの栄翔橋の下流のね背の流針をちょっと狙ってでかいやつを釣りたいと思います。これまあほんとホモチ変えるだけでね、ホモチと穂先変えるだけでかなりこれパワーアップするんで、
自分が思った流れの中にきっちり入れれると思いますよ。全然違いますね。やっぱりこれちょっとね、今4号の進化したんですけど、4号の進化つけてもきっちり管理できますね。これ九頭竜とか陣痛とかの風が吹くときも最高でしょうね。まあ8号の長さにもなるし、もう最盛期のね、数釣り、陣痛や九頭竜の数釣りの時はね、まあ標準の長い穂持ちでね、9メートルの状態で、まああとは穂先の組み替えで釣ってもらえば数釣りが楽しめると思うんですけど、これ終盤とかでかくなったり豪から風が出るときはこの8号のパターンでやってもらったらかなり取り回しは楽だと思います。この狙った位置でパッと止めれるっていうのがこのホモシとホザキのポテンシャルですね。どうしても入りすぎちゃうとお取り合いがそこでステイできないんで、楽しいな、やっぱりこれがグランドスリムのポテンシャルです。本当あの小さい午前中釣ったね、まあ20センチ満たないアユ、あれも綺麗におとりがついてくるし、これホモシとホザキ替えてこんだけこうトルクアップしてね、まあ抜けも速くなるし、本当自分のスタイルに合わせてこうこの竿一本でね、こう選択肢いろんなバリエーションで使えるんで、まあ本当泳がせからね、最盛期のまあ背釣りからあと終盤の大合いまでね、でまあ終盤の大合いなんかまあどうしてもね、大合い専用ロッドになるとグラム数がね、竿もどうしても増してくるんで、そういう重たい竿でちょっと大合い釣りはもうちょっと体力ないし無理だわっていう人なんかは、このグラス釣り1本あればね、本当終わりの尺近い魚まで多分対応できるんで、まあ抜くことさえあんまり意識しなければ尺合いでも十分走り止めてね、こう寄せて取ることはできるんで、この竿のポテンシャルはすごいですね、やっぱりグラス釣りの。はい、今回はですね、栃木県那珂川で、このグランドスリムですね、これを使ってまあ浅いところからね、最後こういう急瀬までね実調してみました。穂先が5本、穂持ちがね2本ですね。それをうまくこう組み合わせると10パターンで竿が使えます。簡単に言えばスペシャルの A の一番柔らかいね調子からメガトルクの急瀬の8号かな、そんな感じにまでこうより幅広く対応できる竿になってるんで、これ1本で小さい魚から綺麗についてきてね、本当に引きかもいいですし、あと最後のこの大合いもね、あの流れの強さでも自分の狙ったところにピタッとこうおとりを止めることができるんで、本当にこれ1本あればね、終盤の大合い釣りまで対応できるんじゃないかな。風が吹く河川とかね、そういう時もこの8号の最後のパターンで、シーズン初期の小さい魚、あと低活性のね、そういう魚の時はまあ、SMT のソリッドを使ったりとか、そういう穂先のパターンで、やってもらえば本当に1本でいろんな河川の状況にも対応できると思います。ぜひねこの新しいグランドスリムを使ってですね、楽しい、アユ釣りシーズンを過ごしていただければと思います。